クラフトワーク、クラフトワーク、クラフトベルク、クラフトベアク、発電所の意は、ドイツの電子音楽、グループマルチメディアエレクトロニックプロジェクトである。長年にわたり多くのアーティストたちにも多様な影響を与え、ニューヨークタイムズは、エレクトロニックダンスミュージックのビートルズ、ザ・ビートルズ・オブ・エレクトロニック・ダンス・ミュージックと表している。2014年には、 グラミー賞特別功労賞生涯業績賞を受賞した。1960年代半ば、西ドイツのデュッセルドルフ近郊レムシャイとの芸術アカデミーでクラシック音楽の教育を受けていたラルフ・ヒュッターとフローリアン・シュナイダーがデュッセルドルフ音楽の即興音楽クラスで出会い、インダストリアルミュージックへの関心からジャムプロジェクト・オーガナゼーション等を経て1970年に結成する。 当時、英米によってもたらされた文化や音楽に安易に染まることを良しとしなかった、クラウトロック、ジャーマンロックの一グループであった彼らは、戦後育ちのドイツ人としての自覚を強く持っており、ケルン出身のバンド館とも親交があった、館の初公演は、クラフトワークの楽器を借りて行われた。東ドイツのデューナモドレスデン、ドレスデンの発電機というサッカークラブの名前に、触発されグループ名もあくまで、 ドイツ語で表現している。リズムマシンやオルガン、電気フルート等を使った彼ら初期のインダストリアルで、即興、実験的な作風は、バズコックスや、スージーザ・バンシーズにも影響を与えた。当時の主な演奏会場は、大学や美術館などであった。幾度かのメンバーチェンジを経るも、結局ラルフとフローリアンが中心になり3枚のアルバムを制作する。 アルバムジャケットのデザインを自ら手掛けるほか、楽器の改造、開発等、グループ初期から現在に至るまでの DIY 精神は、このグループを知る上で欠かせない特徴と言える。この時期のメンバーで、脱退したクラウスディンガーとミハイル・ローター、続けて加入するボルフガング・フリューアと以前同じバンドのメンバーであったは、後のクラフトワークとはの方向性で同じ工業とし、デュッセルドルフの一面を表現し、 クラウトロックを代表するグループの一つとなるノイを結成することになる。この時代の楽曲は70年代半ばを過ぎてからは全く演奏されなくなり、正規版の CD も存在しない。初期の活動で得られた資金を投入してに入れたミニモーグを使用し、新メンバーボルフガングフリューアは自作の電子パーカッション等を駆使し、 以前の音楽を新たなる次元に昇華させた1974年発表の4枚目のアルバムアウトバーンが英米でヒット。とりわけ同名のシングル曲はそれまでの多くのミュージシャンがシンセサイザーを関連瞑想的な音楽に使用したり楽曲の添え物として使用していた方法とは大きく異なり全長20分を腰部分的には幾分瞑想的ではあるが 植物的でありながらもあくまでもそれ、自体を主体とした子、ミュージックという手法による一つの完成型と言えるものとなった。フローリアンの知人の音楽学校教授の生徒であり、クラシック畑の様々な仕事をこなしていた、カール・バルトスも加わりアメ化横断ツアーも行われた、カール自身のことでもあるが、以後のクラフトワークの楽曲の主な特徴としてファンキーなリズム、ミュージックコンクレート、 ポップミュージックのミックスが挙げられる。英国でも行われた、当時のライブ演奏の後興奮のあまり楽屋に訪れたという若き日のオーケストラルマヌーバーズ・イン・ザ・ダークと、初期のクラフトワークの他のグループへの影響以上に知られていることだが主にエレポップ、シンセポップとしてのニューウェーブやニューロマンティックと呼ばれるミュージシャンたちにも気な影響を与えた。独創的なステージングも注目され、 当時からクラフトワークの熱狂的なファンであり、後に彼らと信仰を持ちスタジオワークによる創造的絶頂をベルリン三部作で迎えたデッドボーイがコンサートの最前列席を買い占めたことや、ヤン・カーティスが愛好していたことがジョイディビジョンの使用機材や後のニューオーダーの音楽性に影響を与えたことなも知られている。すでに自らのスタジオクリング・クロングを構えており、 初期の頃からの協力者であったコニー・プランクから独立したクラフトワークは自らの成功によって経験した出来事等にインスピレーションを得す作品を次々と発表する。例えば自分たちの音楽がラジオで流されたことやインタビューを自身に似せたロボットに受けさせるという空想等々。特に翌年に発表された5枚目のアルバム放射能以降、 彼らのほぼすべてのアルバムは作品ごとに何らかのコンセプトをビジュアルと合わせて提示しているのが特徴であり、感情を感じさせない無機的で禁欲的な謎めいた印象も彼らの意図した通りに確立された。これは同時期に起こっていたパンクムーブメントへのアンチテーゼであるとも言われ、また衝動的なパンクと対策主義的なプログレの中間であると考えるものもいる。 ビジュアルや歌詞等のイメージに関しては、アウトバーン以前からのステージには出ないメンバーであった、詩人で画家のエミール・シュルトの貢献は大きく、当時のビジュアルコンセプトには、表現主義や対戦によって中断された1930年代のドイツモダニズムやエルリシツキー・等ロシア構成主義を意識したものなどがある。アルバム、人間解体では、赤と黒を基調としたイメージがナチズムを、 連想させながらも東側を向いていることや楽曲、コンピューターワールドにおける歌詞などが政治的にも多様なものと捉えれた。なお後年のラルフを筆頭にしたサイクリングへの高い関心もスタミナのあったエーミールに教えられたことがきっかけであった。作品発表のペースからしても、現在に至るまでのライブの定番曲の多くもこの時期に生み出されたものである。 日本では1978年発表の7作目のアルバム人間解体によってディーボと共にテクノポップを成立させるきっかけとなりイエローマジックオーケストラにおいてはアウトバーン以前のから関心を持っていた坂本隆一による他のメンバーへの紹介により結成当初のコンセプトに影響を与えることとなるテレックスのダンラックスマンは 最初にクラフトワークのアナログシンセサイザーによるドラムの音に惹かれたと語り、デビュー以前に人間解体に衝撃を受け、彼らに一目置いていた U2 のボノは2011年に公開されたドキュメンタリー映画で彼らの方向転換的対策として知られるアルバムアクトンベイビーの制作当時、クラフトワークからの影響があったと明かし、ジエッジはリズムを学ぶ上で彼らは 無視できないと発言した。1981年の8作目のアルバム、コンピューターワールドの発表に伴い、頭にターバンを巻いた観客たちをも熱狂させた、インド公演等を含む、初の大規模なワールドツアーを観光する、初来日公演を果たす。以前に比べ活動が、表面的には停滞していく傍ら、1982年には、 以前ヒップホップを定義したアフリカバンバータがクラフトワークの曲を当初無断で利用してエレクトルファンクという新しいサウンドを生み出す。特に楽曲ヨーロッパ特急の一部が取り入れられたはローリングストーンの選ぶオールタイムグレーテストソング500の半ばにランクインするとヒップホップファン以外からも非常に高く評価されている。さらに同時期ホワンアトキンスが 若きデリック名にクラフトワークとイエローマジック、オーケストラを教え、影響を与えたことが、ハウスミュージックに対する、よりスピリチュアルなアイチュードを表すテクノ、デトロイトテクノの起源となる、と、黒人ミュージシャンたちが生み出した新しい、音楽ジャンルへの思わぬ影響によって、ダンスミュージックを含めたクラブカルチーからもリスペクト、されるようになり、以後クラフトワークも少なからず、 音楽的にその影響を受けるようになる。これによりもともと高かったラルフの国際感覚も一層高いものになっていった。これら米のテクノミュージシャンたちとのコラボレーションはアトノのリミックスやライブバージョンでのリリミックスで果たされる。コンピューターワールドツアーの経験から彼らは長期的なツアーをよりたくましくこなすための体力づくりに菜食主義やサイクリング、 やがて生死の境目をさまよう事故にまでつながってしまった、ルフの熱中ぶりは他のメンバーを遥かにしのいでいたを始めた。これら新たな経験や有名な自転車競技大会から着想された楽曲が映画ブレイクダンスで使用され、アメリカでヒットする。ほとんど知られていないことだが、音楽業界の各所にいた何らかの形で、クラフトワークの協力を欲していた人間の一人に、 彼らの大ファンであったマイケル・ジャクソンがいた。マイケルにザ・マン・マシーンのオリジナルマルチトラックの使用を申し込まれたが、グループのスポークスマンであるラルフはマイケルの生前、それを正式には認めなかった。余談だがニューヨークにマイケルが所有していたビルに招かれたラルフはマイケルのフェイクが三人も四人も存在し、クラフトワークよりもクラフトワークらしかったと語った。 現在クラフトワークの音楽はジェームス・ブラウンに次いで最も DJ 用のレコードにサンプリングされていると言われて久しいものの新しいアルバムの発表とツアーその他新たな試みに飢えていたゴルフガングとカールは苦悩しつつも80年代末と90年にグループから離脱してしまうグループの実験を握っていたのはあくまでも創立者でありいわゆるマネージャーを持とうとはしないラルフとフローリアンであった しかしながら、自身のソロ公演で、クラフトワークに在籍した頃に作曲した曲を、現在でも演奏するカールは、グループ脱退後も、ラルフとフローリアンを尊敬しており、戦術したように多くのアーティストとの、またとないようなコラボレーションのチャンスを、ことごとく拒絶したことを、打ち解けない連中とも、ドラマチックとも表現した。一方、ボォルフガングは後に、 自身の反省と共にクラフトワークでの日々を綴った、イクオーエイのーボーテア、クラフトワークロボット時代を発表。内容をめぐりラルフ・フローリアンと訴訟沙汰にまでなる。もっとも、彼自身についても、赤裸々に描かれているが、ファンにとっては、プライベートの詳細をほとんど語らない。クラフトワークを、下目の貴重な情報源ともなった、彼らのパブリックイメージを信じていたファンにとっては、 少なからず抵抗もあったようである。電気音楽、打ち込み音楽の素であり頂点、という評価が揺るぎないものとなった、クラフトワークは、ライブパフォーマンスでの二人の穴埋めを最終的に、クリング・クロングで、以前から働いていたエンジアであった、フリッツ・ヒルパートとヘニング・シュミッツとし、その後も1992年に、セラ・フィールド核燃料再処理工場に反対する、野外イベントに出演。 1998年のワールドツアー、2度目の来日公演も果たす等の活動のほか、世界中のいくつもの音楽フェスティバルで、ヘッドライナーを現在まで務め続けることになった。90年代、ザミックスのような過去の曲の新アレンジや、クラブミュージックに影響を受けた新たな曲を演奏してはいたものの完全な新作アルバムとしては結実してはいなかった。しかし2000年代に入り、 シングルエキスポ2000がドイツハのーファー万博のテーマ曲として2003年には完全なオリジナルアルバムとしては17年ぶりとなる11作目のアルバムツールド・フランがツールド・フランス100年記念として発表された同名シングルのリテイクも収録されたこれに伴い再び大きく注目された新生クラフトワーク歌器演奏舞台形態の変化も参照とてのワールドツアーも行われ その様子が日本での演奏も含めた初の公式ライブ版ミニマム・マキシマムに収録される。ライブ活動を続ける中、2009年に突然ラルフを除く最後のオリジナルメンバーであるフローリアンの脱退が報じられた。ラルフは今後の彼にエールを送るが40年来にわたる長年のコンビが解消されることに多くのファンが衝撃を受ける。フローリアン脱退後の 初めてのライブがマンチェスターで行われた際、ツールドフランスの演奏に伴い、グレートブリテン、ギガバイトサイクリングチーム、オリンピックやツールドフランスに出場経験のある、自転車レーサーたちからなる団体のメンバーが設置された、ステージの周囲にあるコースを周回し続けるという、特殊なイベントが模様された。あたかもフローリアンなきラルフを励ますかのように、レーサーたちが走り、 観客が熱狂する中、ツールド・フランスへタップ2の自転車レースの熱狂を伝える、記号的に構成された歌詞をラルフが口さむざい、デビュー以来ほぼ一貫して、こうの場で感情を表さなかったラルフが涙を耐えるように声を詰まらせ、隣にいたヘニングが頷いた様子が伝えられた。フローリアンの代わりには主にスクリーン映像を担当するステファン・プファフェがステージに立つことになった。 現在は 3D をテーマにしたツアーを行っており、各地を回りながら活動している、後日も参考。2017年には、アウトバーン以降のアルバムを新しくリメイクした、を発表した。その他、1990年代から現在に至るまで、思想、過去の楽曲、ビジュアルコンセプト、ビデオ、ライブパフォーマンスのスタイル等のアイディアの影響を、レディオヘッドや、 レッドホットチリペッパーズ、システムオブアダウン、コールドプレイ、ダフトパンク、ドクタードレイ、フランツフェルディナンド、デュラン・デュラン、ケミカル・ブラザーズ、エーフェックス・ツイン、LCD サウンドシステム、デジタリズム、エレフォー、電気グルーブ、ポリシックスなど分野、表現の種を問わない長期的な影響力をし続けている。なお、70年代から現在に至るまでに、彼らの音楽が、 映画にたびたび使用されているが、個性的な手法や明確な主題を持たない映像作品では彼らの音楽の存在感との相性が良くない適合性を持ち得ないためか決して乱用はされない。ちなみに、日本のテレビ番組等で BGM として使用される際はアウトバーン以後のものしか使われず、クイズや統計を表示する映像等思考力が求められるような場面での使用が非常に 多い。また、ストリートダンスの曲としても幅広く使用されている。コンピューターワールドツアーに見られるシンセサイザーが巨大な箱だった時代のコンサートなどでの演奏風景では、ステージにところしと並べられた機材が印象的であったが、パリで2002年9月に開かれたシテドラミュージックのライブ以降、各人の前にノート PC、バイオが乗る小さなタクがあるのみで演奏は、 スタインバーグ社製のデジタルオーディオワークステイ4、同ソフトかペースによって、楽曲をリアルタイムでコントロールし、バックには映像を投影するというスタイルになっている。主な楽曲は、クラブミュージックに接近する以前、以後のアレンジもしくはそれらを混ぜたものが演奏される。結成当初から彼らの活動の重要な要素だった、ビジュアルコンセプトを見せる映像は、重要性を増しており、 特に2002年以降は彼らの第一印象をも刷新した。近年は観客が専用メガネを使用してステージを鑑賞する 3D コンサートが世界各地で開催され絶賛を博している。なお、放射能以降の楽曲は一部を除き一般バージョンの英語版とドイツ語圏向けのドイツ語バージョンの2種類が存在する。そのため同じアルバムでも基本的に A、 特にバージョンリリースれるツールドフランスは1バージョンのみ。例外として、ポケットカルキュレーター、コンピューターワールド収録のように、A、独、フッツ、日の4カ国語や、ショールームミー、ヨーロッパ特急収録の A、独、フッツの3カ国語、セックスオブジェクト、エレクトリックカフェ収録の A、独とスペイン版初回限定で収録された、スペイン語版の3カ国語、 1983年に出たシングルツール・ド・フランス日本未発売の独語とタイトルにちなんだ不つ語の二か国語といった例外もあるツールからは現在不つ語のみ歌われている特殊なバージョン違いの例としては通常6曲収録である1986年のアルバムエレクトリック・カフェは韓国版の未受教社会に与える影響を考慮してセックスオブジェクトをカットし 全5曲収録としてリリースしている。ミニマム・マキシマム CD は台湾でも帯付けの現地版として発売されたが、アーティスト名は電力単、楽団と表記されている。世界的な販売網は1975年の放射能から1980年頃までは EMI 系列だったが、1981年のコンピューターワールド以降から北米のみ、 ワーナーブラザース、ワーナーエレクトラに移行った、た地域は引き続き EMI。パールフォンレーベルグループのワーナーによる買収に伴い、2013年以降は、全世界でアウトバーン以降の全タイトルが、ワーナー系列、パールフォンレーベルでの発売となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。